はい、こんにちは。いきなり大きな音で失礼いたします。私は NHK から国民を守る党前船橋市議会議員、ただいまは葛飾区の方で区議会議員をしております立花隆と申します。ただいまこのビル5階にあります NHK 船橋営業センターに訪問いたしましたところ、契約をしたい、このように申し出ても NHK は帰れ、帰ってくれの一点張り、契約の義務、放送法の義務を果たそうとする視聴者の契約を理由もなく拒否をする、これが公共放送 NHK の姿でございます。今110番をしましたので、警察が間もなく臨場することになります。犯罪を繰り返す NHK、 本当にこの NHK どうしようもない。弱い人のところに行っては金を払えと脅し、そして私のような法律に詳しい人間が契約をしたい、このように申し出たところ、帰れとしか言わない。こんな公共放送はもう日本にはいらない。今から警察官と一緒にもう一度 NHK の営業センターに上がって、どうして正当な放送法に基づく契約拒否するのか、警察官立ち会いの下で話し合いをしてみたいと思います。この模様はインターネット動画 YouTube で全国の皆様にご覧いただくように後ほどアップロードさせていただきます。いきなりで大きな音大変失礼いたしました。私は NHK から国民を守る党代表しております立花隆でございます。2年前までこの船橋市の市議会議員務めさせていただいておりました。現在はお隣東京都葛飾区の区議会議員をさせていただいております。 NHK に受信料を支払わない、これが正義、これが正解、その NHK と戦ってまいります。今からこのビルの5階に再度上がりまして、おまわりさん、警察と立ち会いのもと、 NHK がどうして私の契約を拒否するのかについて録画録音し、後ほど YouTube で公開をさせていただきたいと思います。大きな音で失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。